またまたやってきました。今日は8月12日、黄金ポイント A に4日連続でやってきました。はい、早速降りますね。結構大きいカブトムシですよ。見つけたよ、見つけたよ、いたよ、いたよ。ちょっと待って、捕まえるから。オス、オス、オスがいたよ。オス、オス、オス。男の子、男の子。はい、今日で4日連続。どの箱に入れようかな。カゴも、カゴあるでしょ。はい。網の中に、はい、捕まえたよ。痛い。はい、捕まえた、大きいの捕まえたよ。そうです、ケイト全部車の中に。オスですね。立派な形のオスです。では、ちょっとカゴに入れてこうと思います。一匹ゲットしましたが、周辺にまだいるんじゃないかと、ちょっとチェックしましょうか。樹液が出てるのはここなんですよね。今日はウカが一匹いてますね。カニは一匹だけですか。今日はデイホー。カニはちょっと見当たらないようですね。あそこに光っているのはあれのかですか。ここら辺のクヌギ、コナラ2、30本チェックしたんですけど、全然樹液がどこにも出てなくて、唯一この木だけ出てたんですよね。見られませんが、今日はこの辺で退散しましょうか。この中に1個だけ捕まえたんだけど、大きいカブなんです。はい、今出てカブトムシ、ちょっと早速見てみましょうよ。今日取ったカブトムシ、うん、開けてみて。まだ昨日みたいに飛ぶんじゃないの。気をつけてよ。これこれ出てこない？カブ。カブ出てくる？出てくる。なんか動いてるじゃん。待って。パパちょっと出して。出そうかカブ。カブちゃん、カブちゃんおいで。カブちゃんで、カブちゃん出てこないよ。カブちゃん。カブちゃん。なんか何が入ってるの？死んだセミが入ってるじゃない。死んだセミとカブちゃんが。カブちゃん出たって。カブちゃん出てこないね。ここだよ。エミちゃんここだよ。カブちゃん、どこ来たいの？出てきた、出てきた、出てきたよカブちゃん。カブちゃん頑張って。出よ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 。ほら、はい出てくれた。何センチかかろうよ。結構かかった。こう角まであれ？角まではかろうか。角まではかろうか。何センチ？何センチ？なんか大きいと思う。パパ消して。はい。パパの目でしましょうか。飛ぶよけど、どけないと。うわぁ。カブちゃん。何センチ？何センチ？分からないね。止まらない。止まらない。動いてこう。で、分からない。もう、カブ、カブ、止まって。私たちカブって名前でした。カブ、どこに来たの？カブ、どこに来たの？どの家に入れる？箱も3つ。大きい箱3つ作ったけど、全部入ってるでしょ。やっぱ測って、カブでも動いてるじゃん。ちっちゃい箱に入れようか。ちっちゃい箱の中何が入ってるの？これはトンボとチョウチョ。今話す？今日取ったの？トンボとチョウチョ。今話す？話す。あとじゃあこのちっちゃいやつに。ゆずがもう話してくるね。今すぐ話してくる、ね。じゃあベランダで話してきて。ケイトも一緒に行こう。カブ飛ぶよ。カブ飛ぶよ。なんで？なんか羽広げた。待って待って。測った。角から何センチ？パパ。何センチ？ちょっと。じゃあ掴むんだよ。角のとこ持ったりね。角のとこ持って。
飛んだ。パパ、羽だろ。パパ、パパ。パパにひっくり返る。パパちゃん。パパちゃん上手。カブちゃんまた飛んでいった。飛んでるね、カブちゃん上手に飛んでるね。リズム立って今カブトムシの持ち方分かった？うん。手つらいかつだ、掘り上げたらかわいそうじゃん、うん、ゆっくり置いてあげないと。あ、こっちからジレなくなってる。かなんかジレなくなってる。あ、もうカブトムシ持てるようになった？うん。足バタバタしてるじゃん、うん、あ、助けてって言ってるね。はい、あ、この中にしないなくなっちゃうから、手と入れる。うん、入れて。この中にしないなくなったよ。はい、待って。すぐ、ピクルくん待って。